皆さん改めてこんにちは。今ご紹介いただきました立憲民主党政調会長の衆議院泉健太です。改めてこの選挙は法律的にも政策的にも大事な選挙なんです。だって皆さん、あの河合夫妻は夫婦2人で約5000万円もらい続けている。でこういうことに対して対処する法律がない。やっぱり県民の皆さんもそこはおかしいという声が上がっている。今なぜか相手陣営の方でその法律を見直そうなんていう話が出てきているようですが、ちゃんちゃらおかしいと思います。法律を直す、ぜひ私たちの方から提案をしていきたいと思います。ありがとうございます。そして何より法律を守る政治を私たちは訴えていきたい。だって相手は守ってないじゃないですか。皆さん、改めて宮口さんとはこれから障害者福祉の問題、子育て支援の問題、数多くの法律を作っていく。私も立憲民主党の政策責任者として、彼女は即戦力として国会で仕事ができる、そのまた熱意を持っている、そんな人物だと思っています。どうか皆さん、改めて言います、彼女に託す今回の選挙でありますが、彼女だけに頑張らせるわけにはいかないんです。私たちが頑張りましょう。皆さん、まだまだ明日もある。皆さんに、多くの方々に投票を呼びかけて、彼女だけが頑張るんじゃない、みんなで頑張る、そんな参議院選挙で勝利をつかもうじゃありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。